皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日からクリスマスシーズンということでクリスマスバージョンでお届けします。今日のゲストは、ロックバンドのメイディンジーザスという、若者の、元気な賛美をお届けします。それでは今日もごゆっくり、お楽しみください。それでは1曲目からどうぞ。Oh, oh, 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 oh
ということで、今日のゲストはメイディンジーザスの、皆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もっと元気のいい、クリスマスソングを、弾いていただいたんですけれども、はい、なんていう曲ですか。降りしきる雪のクリスマス。はい、ちょっと長いですけど、降りしきる雪のクリスマス、素敵な曲でした。じゃあまず自己紹介からいいでしょうか。はい、メイドインジーザスのリーダーの影山よしみです。みんなからよしって呼ばれています。よくんでない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 。ちょっと持ったね。はい。じゃあどうぞ。ギターをやってます、シンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラムをやってます、丸山です。みんなから丸と呼ばれています。よろしくお願いします。お願いします。ベースやってます、岡田です。みんなには岡やんって呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いいですね、なんか元気な、感じで。いつもこんな感じで練習してるんですか。もっとこう結果もっと砕けてます。もっと砕けてます。今緊張してちょっと緊張してます。はい、メイディンジーザスっていう名前のまず由来からなんですけど、まあイエス様にあって作られたっていう、まあメイドバイじゃなく、あえてメイドインジーザス、そういうことですね。メイドインジャパンをちょっとかけてるんですね。間違えたわけじゃないです。あえてメイドインジーザス、そこちょっと大事なんで、ね、あえてなんで、ね、あえて、はい、まあ、僕たちがこう名前を考えるときに教会のみんなに案をもらったんです、うん、それで、まあ、教会のある、まあ、女の子がメイドインジーザス、明治がいいじゃんっていうことになって、あ、まあ、それをもらってメイドインジーザスになりました。でなんかこの T シャツも実は後ろに、そうですね、あの T シャツをみんなで作ろうってことになって、あ、じゃあシーンここ見えるかな、ここ M になってるんです。あ、メイド、I、J、メイドインジーザスで書いて、これは、ライオンです。百獣のイエス様を意味してます。なるほど、はい、結構こだわってるんですね。そうですね結構これみんなでロゴを出し合ってこう考えて一番いいのを、ま、ミックスしてこれを3つでもミックスしてね。じゃあ略して MIJ みたいな。明治です。あ、明治って呼ばれてます、ね、明治はい、このバンドが始まったきっかけっていうのは、はい、ですね、僕がちょっと担当してるんですが、その質問には、はい、ですね、マルク、はい、明治が始まったのは約7年前でして、はい、僕と小一くんは、まだ中学生で、しんくんなんかまだ小6でしたね。でしたね。はい、はい、なぜ始まったかなんですけど、日曜日の礼拝の後っていうのは、何かないとこの時間を持て余しちゃってるんですよねこの日曜日の午後っていうのはやることがなくて、はい、で若者たちがこう何もやることがなくてダラ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 といつも過ごしてたわけですよ、はい、その頃。それで、その教会にいたある青年の一人が、楽器できたわけですね。ギターやってたんで、みんなで楽器をやってバンドをやらないかと提案したわけです、うん、それが、まあ、きっかけなんですけど、その後半年、その半年ぐらい前に、一回うちの牧師夫妻がこれからバンドを立ち上げるといいねっていう話になって、うん、まあ、その時カシアグローリーチャペルの、ジュンさんに来ていただいて、ああ、その半年ぐらい前にバンドクリニックですかね、あれね、はい、ありましたね、ありましたねバンドがないのにバンドクリニックってバンドなかったんですよ、まあ、ギターもほとんど弾いたことない、まあ2人なんかいなかったしね、はい、うん、その時は2人だった、ね、はい、そうですね、まあ、それから救われた2人ですね、はい、あ、じゃあその後に教会に導かれて、そうですね、そうでございます。ジュンさんが来てくださった半年後ぐらいにバンドを始めました。はい、じゃあやっぱりそれもあれですかね、牧師先生ご夫妻のビジョンっていうかね。いや、そうですね、はい、やりたいって言ってバンドクリニそうですね、なんか若者が活躍できる場を作ってあげたいって言ってて、なんかそれで、なるほど、今後の活動のなんか目標みたいな、なんかこういうバンドになりたいっていうような、そういうのはあるんですか。そうですね、一言で言うと今までにないバンドになりたいですね。大きく出たね。打ち合わせと違うね。そんなこと言ってなかったね。何取るねん。知らないこと言ってた。うん、そうです。一
言で言うと、一言で言うと、もう今までにないオリジナリティを出してやっていきたいですね。まあ、一言で言うと、あの日本の進行を引っ張っていくバンドになりたいなと思ってます。なるほど、はい、で次の曲が、オリジナル曲でしょうか。はい、ゴーゴーレッツゴーですね。そうですね、はい、ゴーゴーレッツゴーという曲です。ゴーゴーレッツゴー、これはどういう曲ですか。はい、去年あの日本を、ね、大震災が襲ったと思うんですけど、そんな中でこのリーダーである影山よしみさんがその震災の中でいろいろなその困難に、ね、ぶつかった人たちを励ますって言ったら変ですけど、その支え合って、うん、ゴーゴーレッツって一緒にって意味なんですけど、うん、一緒に頑張っていこうっていう意味で、まあ、作った曲なんですけどね。はい、じゃあ早速2曲目ゴーゴーレッツゴー、お願いします。お願いします。お願いします。Let's go.
ですね、スピリットボイスという、賛美をしたいと思います。この曲は、この曲ができたきっかけをちょっと話したいと思うんですけれども、この曲は僕らの中で、別名牧師夫婦に怒られてできた曲と呼ばれています。まあ、それはなぜかっていうと、まあ、僕が、自分の教会の礼拝の司会を務めて務めさせていただいているんですけれども、ある日朝を起きるとですね、10時過ぎてるんです。やばい、寝坊したで、まあ、礼拝に行ったんですけれども、もうお疲れ夫妻に合わせる顔がなくて、次の日になってしまいました。そして大塚夫妻に、自分の教会の牧師にですね、もちろん呼び出されましたよ。教会の壁に穴を開けても怒らない牧師夫妻が、もう僕こっぴどく怒られました。それで、まあ、僕立ち直れなくて、もう教会でドタッとこう倒れててもう牧師夫妻も帰って、みんなも帰った後、僕だけ教会にもう倒れ込むようにして、お祈りしてました。そして僕もう決心したんですね。僕、よし、司会もうやめよう、僕は自分はもう合わないんだ、まあ、いろんなこう言い訳も浮かんできたんです。あ、仕事が1週間つらかったしな、いや、それで寝坊したんだったらしょうがないんじゃないかってこう思ったり、でも自分の義を立ててはいけないから、もうどうしようもなくて、もうやめよう、大塚さんに、もうやめようって決心したって言おうと思って、こう悔い改めのお祈りをしたんですけれども、でもその時に神様に言われたんです。もしあなたが礼拝の司会を続けるんだったら、どんな司会がしたいんだって神様に聞かれたような気がして、それだったら僕、そうだな、礼拝の前にみんなで握手してから礼拝に臨みたいなと思いました。で、次の回の礼拝から大塚先生、自分の牧師夫妻に何も言わずに、こう司会に出てみんなで握手したんです。それが今日まで続いています。そしてその夜に、お前がリードしていくんだったらどんな賛美をしたいんだって言われてるような気がして、その夜にもう曲が完成しました。その時に神様が与えてくれた賛美がスピリットボイスです。
ヤ讃えます。スピリットボイスですね。本当にそういうすごく証が感動しました。寝坊したんですレオエ。そういう時に曲がねできるっていうのは。そうですね。その栗温める時にやっぱり曲はできますね。うん。わかります。でその後はもう寝坊せず。もう寝坊しないですよ。はい、もちろん。結構ガーンと怒られた。それとも。静かに怒られました。静かに怒られたからこそ、はい、ちょっと死にちゃって、もうショックで立ち直れなかったくて、はい、しんくんの、ね、ご両親。そうですね、父と母に当たりますね。いつもすっごい優しいんですよ。教会に暴れてこう壁を開けて壁に穴を開けちゃったんですよ、うん、ああ大丈夫いいよいいよって、そういう優しい先生なんですけど、神様に対するところは厳しいですね、本当。でもね、そういう先生で良かったです。それがなければこの曲は生まれてないっていう。はい、でもやっぱよっくんが怒られたことですごいなんか僕たちもなんか奮い立たされるというか、やっぱ前に立つものとして、そういう意味でもリーダーだね。身代わりになってくれた。身代わりですね。身代わり。生贄ですね。生贄ないんだ。俺を生贄に捧げることです。反面教師になってくれる。いやもう大丈夫だっけ。今は礼拝でもあの4人でやってる。そうですね、今はこの3人でやってますね。やってます。はい、はい、うん、岡谷だけは、あ、僕はそうですね、まだ、ね、まだ、はい、まだ、はい、まだっていうのも変ですけど、うんうん、はい、僕は違いますね。素晴らしい。これからの、何でしょう、このバンドとして今オリジナリティを出して活動していきたいっていう具体的なこう活動の目標とかってありますか？はい、あります。まず3つありまして、1つは教会内のを盛り上げていくっていうのが1つで、こう音楽を通して、僕たち音楽の集いって言ってノンクリスチャンと一緒にやってるんですけど、あ、一緒にこうクリスチャンともう普通に音楽を楽しもうよっていう会をやってたり、まあ、他でもフリーマーケット、フリーマーケットでバンドでライブしたりさせてもらってるのが1つと、もう1つは、全国のこう教会行ってるけどこうあまり燃えていないこう中高生とかユースたちをこう一緒になって盛り上げていきたいっていうのがありますね。もう一つは最後はこう外に出てってこのノンクリスチャンとかとこうライブとかで交わってこうノンクリスチャンとクリスチャンの架け橋としてこうその役割を担えたらいいなってすごい思ってます。それでああいうバーにそうですね、燃えてますから、はい、バーニングって曲も本当に一番最初に僕たちがオリジナルで始めた曲がバーニングっていう曲なんですよ。そのバーニングっていう曲が激しくて、それでこの T シャツまで作っちゃった真っ赤な T シャツ、まあ、炎をいじめイメージしてる赤なんですけども、じゃあもう本当にどんどん出ていって、うん、福音を伝えたいっていう
そういうビジョンも。そうですね。あとクリスチャンってもっとはじけていいんじゃないかなってこう思うんですよ、うん。まあ、僕が知ってるクリスチャンの方であまりはじけてる若者ってなんかあんまりいないなと思って、まあ弾けてるだからいい方向に弾けられるように、うんうん、なんか素のね自分で、そうですね、教会に行くとなんかちょっとこう縮こまっちゃうじゃなくて、そうですね、もっとそうそう救われたこう喜びっていうんですかね、こう前面に出していいんじゃないかなっていう曲のイメージです、うん、ね、そういう意味では本当に曲調もそしてスタイルにしてもすごく自分らしさっていうか若者の表現っていうかいいなと思いました。やっぱクリスチャン楽しんでたらこうノンクリスチャン、あ、クリスチャンいいなって思いますよね、うんうんうん、だからそれをすごい目指してて、あ、なんでクリスチャンってこんな喜んでんだろうみたいな、そういう感じに表せたらいいなと思ってますね。ほんと4人いるとこんなあっという間に時間が過ぎてしまうんですけど、まあもう時間がないので最後にですね、皆さんにとって賛美とは一言で言って何ですかっていう質問したいです。じゃあみんなでじゃあ一斉にいきますか。心が一つになって、ね、心が一つになって、せーの、絆、はい、1回ですね、はい、はい、これはどなたか。あ、私です。はい、岡谷、はい、はい、その絆っていうのはやっぱり賛美してるとその、うん、例えば教会で賛美してればそのみんなが一つになったりで、賛美でもちろん神様ともつながって、こうしてじゅんさんや周りのスタッフの方といろんなその絆が生まれていくなって意味で絆を挙げました。あ、すいません、真面目なこと言っちゃいました。あ、大丈夫ですか。いや、いい、お茶だけ。大丈夫ですか、ちょっと番組的に問題が。そんなことないですか。ね、絆をこれからも大切に、ね、賛美を続けていってください。じゃあ本当にクリスマスのそのねイベントが、賛美集会が祝されますように。そしてどうぞ全国の若者に火をつける、はい、そういう活動これからも頑張ってください。はい、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日はメイデンジーザスの、まあ、ロックバンド、若者のですね元気な、バンドが出演してくださいました。我が魂の賛美シーズン2では、皆さんからの、番組に対する、リクエストや、要望を、受け付けています。どうぞ、CGN テレビのホームページもしくは郵便で、どしどしと皆さんの声をお聞かせください。それではまた次週我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。